レバノンはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州グラフトン郡の市である。2010年国勢調査では人口13,151人だった。ニューハンプシャー州の西部ダートマス大学のあるハノーバー町の南にあり、コネチカット川が近い。市内にはダートマスヒッチコック医療センターとダートマス大学医学校があり、両者を合わせてボストンから バーモント州バーリントンの間では最大の医療施設になっている。バーモント州のホワイトリバージャンクションとともにレバノン小都市圏の中心であり、コネチカット川上流のバレーにある30近い町が入っている。都市圏人口は約17万人である。1761年7月4日、ニューハンプシャー植民地総督ベニングウェントワースが レバノンの他コネチカット川沿いの16の町と共に認証した。1770年に町に入植し、ダートマス大学を創設したエリエザー・ウィー・ロックをはじめ、初期開拓者の中にはコネチカット州のレバノン町から来た者、あるいはこれから来る者が多かったので、この町もレバノンと名付けられた。コネチカット州のレバノン町にはダートマス大学の前身である。 ムーアズ・インディアン・チャリティ・スクールの最初のものがあった。初期開拓者は、コネチカット川沿いの現在ウェストレバノンとなっているところと、マスコマ湖のエンフィールド近くの地域に集中した。19世紀半ば、マスコマ川の滝があるところに工業地区が発展した。製造業としては、繁栄した時代が異なるものの、家具製造、川滑市、機械製造、手織物、衣類製造などがあった。 この地区はカナダのケベック州から多くのフランス系労働者を引きつけた。工業地区が町の中心となったが、ウェストレバノンはボストンからの鉄道が開通した後はその中心となって別の性格を持つ町になった。ウェストレバノンをレバノンと誤って認識したことが原因となって二編成の列車が衝突した後、ウェストレバノンはウェストボロと解明された。工場地区は 鉄道と同様に1950年代から1960年代に衰退していった。街では二度の大化があった。1964年に起きた二度目の大化によって、昔の工場地区の大半が破壊された。その再建は議論の多かった都市再開発プロジェクトとなり、ザモールと呼ばれる閉じた地区が破壊されたハノーバー通り地域に置き換わった。 レバノンは1958年に市として再度法人化されたが、これは経済的な衰退に抵抗するためと独立した町と宣言したウェストレバノンの動きに対抗する意味もあった。レバノンと近くのホワイトリバージャンクションを通って、週刊高速道路89号線と九91号線が開通し、ダートマス大学が成長したこともあって、地域の経済再活性化につながった。 元の工場長は、教育、医療、ハイテク産業と、小売業に基づく混合経済の町になっている。ウェストレバノンのビレッジの南には、大きなショッピング地区が、ニューハンプシャー州道12号線へと、週刊高速道路89号線の交差点に出現した。長距離のハイキング道、市営のスキー場、水泳プール及びいくつかのスポーツ施設など、 レクリエーション施設の改善も進めている。1991年、ダートマス・ヒッチコック医療センターとダートマス大学医学校の大半の部門が、ハノーバーから町境の南側、レバノン市内の新しいキャンパスに移ってきた。医療とハイテク関連の多くの会社がこの医療、センターキャンパス近くに施設を設立した。地図データベースの世界的開発者であるテレアトラスが、 北アメリカ本社を市内に置いている。ソフトウェアのノベルやマイクロソフトもここに主要施設を持っており、薬品のメルクカンパニーはレバノンを本拠にしていたバイオテクノロジーの会社グライコフィを買収した結果としてレバノンに拠点を持っている。レバノン市は北緯43度38分38秒成形72度15分19秒。 北十43.64389度整形72.25528度、43.64389-72.25528に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は41.4平方マイルであり、このうち、陸地40.4平方マイル、水域は1.0平方マイルで、水域率は2.39%である。 市の西部教会はコネチカット川でありバーモント州との宗教でもある。ウェストレバノンのビレッジが市の西部を占めている。レバノン中心街はその3マイル東にあり、コネチカット川の支流であるマスコマ川に沿っている。地域はコネチカット川の流域にすべて入っている。ムース山の南端が市の北東部にある。市内最高地点は 標高1657フィートのシェ市カー山であり、市の東境界上にある。クラフツアベニュー1912年以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。レバノン市には独自の小学校、中学校、及び高校がある。隣接する町の生徒もレバノンの学校に通っている。2010年10月15日、古くなった。 中学校施設と過密になった、小学校施設に変えるために、新しい中学校建設に着手した。中心街の歩道モールにレバノンカレッジがある。これは2年生、純学士を提供し、資格取得コースもある、コミュニティカレッジである。中心街には、アライアンスフォー、ビジュアルアーツもあり、エネルギーと環境デザインリーダーシップが認証する芸術と工芸の授業を行っている。 元は工場だった建物を使い、1階にはギャラリーがある。市内を週刊高速道路89号線が通り、コネチカット側の対岸、ホワイトリバージャンクションで週刊高速道路91号線と交差している。89号線を58マイル行けば、州都コンコード市であり、北西に60マイル行けば、バーモント州の州都モントピリアである。 アメリカ国道4号線がレバノンとウェストレバノンの中心を東西に抜けており、東のエンフィールドからコンコード、西のバーモント州、ラトランドに通じる。ニューハンプシャー州道10号線は、週間高速道路89号線に沿って南に下り、分岐してニューポートに向かう。北はウェストレバノンからハノーバーに入り、コネチカット側に沿って北に向かう。 修道120号線は中心街を南北に抜け北はハノーバー、南はクレアモント市に向かう。修道12号線 A はウェストレバノンに始まり、コネチカット側に沿って南下してクレアモントに至る。市の東境界近くで修道4号線 A が国道4号線と分かれ、南東のウィルモットと州の中央部に向かう。レバノン空港はウェストレバノンに隣接し、 ボストンやニューヨーク市には、ケープ e が旅客便を運行している。アドバンストランジットが、レバノンを含む地域の主要な街に、無料バスを運行しており、ウィークデイには、ダートマス・ヒッチコック医療、センター、ウェストレバノンのショッピングプラザ、レバノンとウェストレバノン、さらに、ハノーバーとホワイトリバージャンクションを行き先にしている。コルバーン公園ビレッジグリーンの、噴水レバノン市内には、 レバノンオペラハウス、アライアンスフォー、ビジュアルアーツニアラリー、季節によるファーマーズマーケット、緑地での夏のコンサートなどの呼び物があり、文化の地域中心になっている。レバノン公共図書館は、レバノン市のように教師、新設のキルトン公共図書館司所は、ウェストレバノンを対象にしている。カーターコミュニティビルディング協会が小学生のための放課後活動センター、 10代と成人のためのフィットネスセンターを運営している。ソルトヒルパブは音楽のライブ演奏会を頻繁に開催している。ありがとうございます。